税金も上がるしペナルティーも受けちゃうのよ。足りないんだよ2000万とかじゃ。この番組は人生100年時代を楽しく過ごす皆さんのための YouTube 番組です。早速参りましょう。愛媛県の方です。67歳の男性、実家を相続しました。遺品の整理をしないとと思っていますが正直進みません。特に住んでいた親の衣類など全く整理できずに困っております。相続したものの建物は老朽化が進み、直すとなると結構なお金もかかります。どうしたらいいものか正直悩んでおります。出た、実家の片付けよ。これ大変でしょう、あっこちゃん。あっこは本当に経験者。いや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 、それもさ、いや私の場合はさ、父親からさ、実家をあきこ頼むって。いやいやいや、この言葉が重くてさ。よくそれをね、受け継いだと思うよ。本当、仕事終わりで車で実家帰るとかよくあったじゃないですか。そうなのよ。また離れてるとね、行くだけで大変なのに。実家じまいも大変。いや、衣類もね大変でした。どうすんの衣類は。正直衣類どうすんの、父親の背広とかは、父親の、三回忌とか法事の時に、親戚のおじさんたちに、片見分けって言って、引き取ってくれる方に仕分けしてお願いしたりとか、あとお袋の着物とか洋服とかは、地元の知り合いのスナックのママさんに引き取ってもらったりとか。あくもお衣装に書いてたね、お着物ね。そうなの、お母さんでね。そうなのよ。だから仕分けするのが大変。処分するものなのか、誰かに譲るものなのか、リサイクルするものかっていう風に。チャンネル登録してくださってる方のためにですね、私もその実家の片付けのやり方をちょっと調べてみたんですけども、あく合ってるかどうかちょっと教えてください。任せて任せて。まずね、プラスの財産とマイナスの財産を分けるんだ。プラスの財産っていうのは、土地や建物とか、現金とか、株券とか車とか骨董品とかありますよね、お金の価値のあるもの。そうそうそう、はい、マイナスの財産っていうのが住宅ローンや税金とか未払いの家賃や医療費などで、非常価値のないものは片見分けして個人の思い出を親しい人たちと共有することがある、できる、だけど注意点があるんだって。なんだと思います？注意点、答えはね、で本人はね片見分けと思ってするんだけど、その中に高級腕時計とか、骨董品とかは相続の財産とみなされて相続税の対象になる場合があるんだって。だから片見分けをしちゃダメなものがあるんですって。なるほど。でそれを知らずにね片見分けしちゃうと罰金の対象になることもある。うわー、めんどくさい。やっぱよくドラマで言うじゃないですか、これは片見指輪って。それがもし本物なんか1キャラット何キャラットとかあったら、正式なそのそれはちゃんと申告しなきゃいけない。そう、本当は相続税の対象になる。高級品持ってないから、高級品ないからいいけど。でも持ってる方は気をつけてください。本当にびっくり。じゃあ私の方から、遺品の整理はいつまでにやったらいいんでしょうか。そのゆっくりやればいいじゃないですか、思い出に浸りながら。できない、期限が決まってるのよ。相続税の申告は10ヶ月以内と決まっております。え、遺品の整理も早めにやった方がいいんです。いや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 、それはちょっと悲しいよ。そうなの？ちょっと、でそのさ、遺品の整理ってたくさんあって難しいでしょ、で遺品の整理に関してちょっと調べてみたんですけど、遺品の処分って自分たちで地道にやる方法もあるんですけども、業者さんに頼むという方法ももちろんありますね、で専門業者さんにお願いする場合は、個人が大事にしていたものとかは供養まで引き受けてくださるんです。おお、これでもいいですね。供養もしてくれるんですね。でもやっぱりお高いんでしょ。その費用に関してですが、1LDK のお部屋、だいたい 1LDK くらいのお部屋だと7万円から20万円で、大きなお宅になると数十万円かかることもあります。それはね、広さによってちょっと変わってきますね。本当にでも委託する場合は
かかるね。一人亡くなるっていうことの片付けって大変だね。でもだからといって実家を放置したままにしておくと固定資産税の支払いが私のように続いて大赤字になるし、そして荒れた雑草も伸び放題、そしてもう瓦の屋根ももう砕けたまんまにして特定空き家に認定されると税金も上がるし、本当ペナルティーも受けちゃうのよ。だからなるべく早く家族で本当だね、このうちどうするとか遺品どうするってやっといた方がいいね、コツコツね。いや本当にこの実家の片付け成功したという方に、そのアドバイスをいただきたい。そうだね、ぜひ体験談を書き込んでください、はい、よろしくお願いします。お願いします。さあ続いて、はい、こんなお悩みもあるらしいですよ。東京都にお住まいの74歳女性から、実家の墓じまいを考えています。でもその考え方で兄弟と意見が合いません。しないといけない、でもできない、皆さんどうしてるんですか。いや私もさ、はい、実家じまいは成功したんだけどさ、今度お墓がやっぱり四国に残ったままなんですよ。これがでも一筋縄にはいかない。本当やっぱり自分だけの一存では、親戚地元にまだいっぱい残っているので動かすなっていうのよ。そういう方もいらっしゃるんです。そうお墓じまいまだしないでっていう、やっぱりお袋の兄弟とか父親の兄弟とか親戚がいて、ね、じゃあメンテナンスどうする。そうなのよね。でもほったらかしにしてるとね、本当に無縁仏になっちゃう。お墓もそうだよね、やっぱり寂しくなっちゃうよね。そう、いや大変。ということで墓じまいについて、ね、調べてみましたけども、はいはい、墓じまいっていうのは現在のお墓を解体して撤去して更地にして、その使用権を墓地の管理者に返還することを言うんです。結構大変ね。でもね、年間ね10万件ほど墓じまいと今行われている。その墓じまいの理由っていうのが、はい、まあ、お墓を、ね、引き継いだ方が将来誰が管理するのって懸念して、まあ、お墓に対する価値観も変わってきてるし、うん、無理にお墓回りしなくてもいいんじゃないのとかね、無縁墓といって管理する人のないお墓が増えてることもメディアで見て、元気なうちに墓じまいしようって自らお墓をね閉じる方もいらっしゃる。確かに。いやもう一言で墓じまいって言ってもいろんなケースがあるし、いろんな理由もあるしね。もう親戚が代々とか言うとそれこそあこの言うとき大変でございます。そうなのよ。そこで、はい、一般的な、ね、墓じまいの進め方というのを教えて教えて、今日大事大事。まずはでもやっぱりね、あっこの言う通り親族の同意を得る。今回は一存ではいけません。一存ではいけない、ね。そして管理者に墓じまいをしたい旨を連絡します、はい、これ埋葬証明書というのを発行してもらわなきゃいけないので、ね、証明書、はい、そしてご遺骨の受け入れ先、次の受け入れ先を決めなきゃいけない。で墓じまいの依頼先、まあ、業者ですよね、業者さんを決めると。で墓地がある自治体で、改装許可書を発行してもらう。ご遺骨を取り出す、まあ許可書をいただくってことですね、はい、でそこで発行許可書をいただいたところでご遺骨を取り出して墓域を更地にして管理者に返すという。これ大変だね、この作業。そうです。そうです、お骨あるからね。お高いんでしょまあ、これ解体と撤去の工事費で、まあ、1平方メートルあたり10万円程度が相場なんだけど、だいたい個人の墓って5から10平方メートルなんだって。ということはそれだけで10平方メートルだと100万かかる。100万、ね、解体撤去に100万そうで、書類のね交付費用っていうのがかかりますね。数百円から千円程度の手数料がかかりますし、お布施などのお礼があります。でこれは相場の法要と同じ、だいたい2万円から5万円くらい。で檀家を離れる時のお金っていうのもあるんです、お礼としてね、うんうん、これまでありがとうございました、はいはいはい、それが3万円から20万円程度で、お骨ご遺骨のメンテナンス費用、専門業者に依頼するときは相場は1対2万円程度。うち4人入ってます。はい、かける4でございます。それだ
それで10万近いじゃん。そして新しく墓所に入る費用も必要ですよね。新規墓所に入る費用、ね、最初から合否する場合は10万円で、数年納骨堂に安置した後に合否する場合は30万から50万円。もう200万いってるよ。200万近いよ、うん、もう普通のサイズで。そうですよ、そうなんです。墓じまいしたはいいけど、うん、お墓に納めてあったご遺骨はどうしたらいいの？そうなのよ。これさ、だいたいだから遠くてお墓参り行きにくいわというような理由の方は、例えばご自身のお家の近くの、ね、お墓に管理しやすい場所に移動する場合もあるし、先ほど言いました、納骨堂に入れる場合もありますし、最近では樹木葬とか散骨とか、ね、選択する方も増えてますよね。なるほどなるほど、うん、それじゃなくても限られた年金を節約しながらさ暮らしてるシニアにとってはなんか年取ってシニアになればなるほどいろいろお金かかるね。かかるね。だからさ足りないんだよ2000万とかじゃ。確かに2000万っていうのはさ一口にこう生活する実質かかるお金だけであってさ、 それプラスお墓じまいだったりとか実家じまいであったりとかさ、亡くなった後のこととか、そうなんだもんね。そうでございます。だからここでですね、この墓じまいの経験者の皆さん、はい、良いアイデアやアドバイスがありましたらぜひ書き込みお願いいたします。お願いいたします。高評価チャンネル登録もお願いします。栃木県にお住まいの75歳の男性から、毎日30分ウォーキングをして日光浴を兼ねてガーデニングをしています。認知症予防のための読書やクイズ解きも楽しいです、明るいお話来ました。嬉しい。ガーデニングもいいよね。男性でねガーデニングいいね。いいね、まあ、お花もいいけどさお野菜なんかもいいね。そうだ ねこの番組ではほらバラを始めちゃって出かけられなくなっちゃったっていうもう愛着は、ね、大変なガーデニングの方もいましたけど、ね、ガーデナーがいましたね。ねえ、もう一方玄米食を食べてます。えらい食物繊維、ね、健康になってる。私これあれ買いましたよ、精米機。精米機買った。あ、ちっちゃいの。ちっちゃいの買った。いやいいね。いいのよ。玄米もいいし、ごぶ好きもいけたりさ。そうなのよ、自分の好きなね、うん、削り方でね。あれ楽しいわ。いいのよ。本当やってるね、ゆみちゃんも。いやいやいや、なんかさ、食事の量が減ったっていう話を以前しましたけど、食事の量が減った分、うん、食事を美味しく楽しく食べたいなという気持ちに変わってきたので。そうだよ。お食事を美味しくいただけるのは健康の秘訣です。証です。基本だね。本当そう。次回も皆さんのお悩みを少しでも解決します。次回もお楽しみに。SBI シニアの住まいとお金